栃木県西那須野。杉の木立に囲まれた中に閉ざされた墓所があります。中へ入るとまっすぐに並んだ灯籠の奥に一つのお墓があります。元帥陸軍大将大山巌のお墓です。その横に並んでいるのは妻大山捨松のお墓。大山捨松は幼くしてアメリカへ留学。日本が世界と肩を並べることができるよう尽力した人物です。日本の鎖国が解け、明治維新からわずか4年後の1871年、5人の少女がアメリカへ留学するため太平洋の上にいました。吉増涼子14歳、上田悌子16歳、山川捨松11歳、永井茂子10歳、津田梅子6歳。5人とも明治維新で敗者となった旧幕臣や砂漠派の娘たち。親たちには娘をアメリカで教育させ、薩長の人間を見返してやろうという強い思いがありました。中でも最年少だった津田梅子は、女性の地位向上こそ日本の発展につながると信じ、女性の高等教育に生涯を捧げ、1900年に私塾女子英学塾を創設、現在の津田塾大学です。そしてその津田梅子とともに日本の女子教育や福祉に大きく貢献した人物がいました。その人物の名は大山捨松。激動の明治時代に初の女子留学生としてアメリカで足掛け12年間を過ごし、日本人女性の進むべき道を切り開いた人物。六名館の名家と歌われ、日本の西洋化のためにありったけの情熱を注いだ大山捨松の生涯をひも解きます。四方を山々に囲まれ、美しい自然が残る会津盆地。1860年、藩主松平容保の家老山川直江と妻からころもの末娘として捨松はこの地で生まれました。幼名は咲子。その咲子が生まれる7年前の1853年、4隻の軍艦が突如浦賀に姿を現し、ペリー提督が幕府に開国を迫りました。捨松の夫大山巌のひ孫である至さんに聞きました。ペリーが来た時は、まず国を開きなさい、交渉を持ちなさいという段階まででございます。で、その後来たタウンゼント・ハリスという人が、今度は通商条約を結びます。関税自主権がないということですね。で、この内容が不平等であったことから、その条約改正に幕末の動乱があり、結局のところ明治44年まで完全解消がかかってしまうというところです。翌年には外交経験を全く持たない幕府はペリーに押され、
日米和親条約を結び、下田、函館を開港させられ、さらにイギリス、ロシア、フランス、オランダとも次々と和親条約を結ぶこととなったのです。そんな折、薩長の倒幕の動きが表面化。1868年、将軍徳川慶喜を擁して大阪城から京都へ上洛しようとした松平容保率いる幕府軍が、それを阻止しようとする薩長軍と鳥羽伏見で激突。一般に言われますのは、勝利を期して、薩摩と長州とが、幕府に謀略を仕掛けて、戦いを起こしたんだというふうに理解されているんですけれども、会津藩、桑名藩をと、それとあと幕府の陸軍、陸軍と申しますのは近代化された鉄砲を担いだ歩兵隊のことです。それらがおよそ幕府側15,000、薩摩と長州を合わせても3,000ぐらいという戦いでございまして、どうも、軍事的に見れば、薩長側の方が圧倒的に不利であったんですが、いくつかの偶然が重なって、勝利を得るに至ったわけです。あまり知られてない話ですけれども、実は天皇様を、連れて山陰方面に逃げるという手はずも整えておりました。新政府側ですね、はい、薩摩長州の側がですね、でこれは到底勝ち目のない戦いだと思った芸州藩、広島ですね、広島芸州藩は出兵を土壇場になって拒否して、戦争に関わらないようにしようということも、画策していたほどで、勝ち目がなかったんですね。でたまたま偶然がいくつか重なって、薩摩長州の側が勝つということでございます。戦乱の4日目、薩長軍に錦の御旗が上がり、この時から会津軍は俗軍とされました。容保は朝廷に恭順の意を表し謹慎生活を送りましたが、俗軍会津討伐の機運は高まり、会津戦争へ突入。この時咲子は8歳になっていました。台風が抜けぬ早朝、西軍が迫り、城下に入城を促す鐘が鳴り響きました。敵の一部が侵入し始め、咲子は家族と共に鶴ヶ城に入りました。籠城戦では母や姉と共に負傷者の手当や炊き出し、弾薬運びや不発弾処理まで従事していました。籠城中にたこ揚げをして遊んだと言われていますね。城中の士気が衰えていないということを示すためにも、子供がタコを揚げているのは勝手に遊ばせておけというふうに黙認されていたようでございます。女性たちの仕事は主に、食料ですねの手配、具体的にはおにぎりを結んでそれを配るということと、あとは負傷者の救護であります。山川捨松に関してはまだ子供ですので、おにぎりを結ぶ手伝いをしたというふうに伝わっております。当時の大砲の弾がですね、これ火縄で燃えて、ある程度時間が経つと爆発するという時限式でしたので、着弾してから、建物の中に飛び込んできてから発火するまでに多少の時間がある。その多少の時間に、例えば濡れ布団をかぶせるということで、中で燃えている火縄の火を消してしまいますと爆発せずに済むということで、これも女性の役割だったそうです。でその、砲弾に対する消火の試みを行っている中で、山川都政という方が、爆死してしまいました、はい、そしてついに追手門に降伏を告げる白旗が上がりました。200年以上続いた会津藩の名は
永久に消え去ったのです。会津藩は北の果て都内見藩へ流刑となりました。咲子は春を待って家族と共に移住、兄ひろしは大参事に就任しました。1871年黒田清隆は北海道開拓事業調査のためアメリカへ渡り、時の大統領グラント将軍に会い、技術指導者の人選を依頼しました。この時黒田はボーイズビーアンビシャスで有名なクラーク博士も日本へ招聘しています。黒田はアメリカ各地で目にした女性たちが生き生きとして幸せそうに見えることに大きなショックを受けました。彼女たちは女性であるにもかかわらず男性と意見を交わすことができるし、男性と同じ仕事についている女性も少なくない。一体彼女たちはどのような環境で育てられているのだろうか。そして得られた結論は、日本の女性も男性と同じように教育を受けさせることが日本の近代化への近道であり、それを早急に実行に移す必要があるというものでした。もともと日本の女性は、庶民の階級であれば赤ん坊を背負って野良仕事をしながら、あるいは家事に育児にということで、働き口として、期待されている部分はあったんですけれども、それだけにとどまらないと、女性には女性にもいろいろな才能があってそれを開発すべきなんだというところに気づいた人ではないかと思いますね。ちょうどその時、使節団の人選を行っていた岩倉智美が黒田の提案に賛同、男子留学生と一緒に女子も連れて行くことに急遽決定したのです。10月、開拓市は直ちに女子留学生の募集を行いました。留学期間は10年、往復の旅費、学費、生活費は一切官費で支払われ、その上銀座の土地一坪が5円のこの時代に年間800ドルの小遣いを支給するというものでした。しかし応募者は一人も現れませんでした。10年も女が学問をすれば婚期を逃すことは目に見えているし、まして命を懸けてアメリカへ娘を送り出す親などいなかったのです。当時はですね、太平洋航路さえ確定してない時代でございまして、それこそ太平洋を横断するというのは命がけなんですね。危険区域に航路標識ですね、 V を浮かばせたり、それから灯台を建てたりという設備が整っていない状態でございますので、それこそ太平洋横断というのは命がけのことですね。で、大事な娘をそんな危険な目に遭わせたくないという親心はあって当然かと思います。慌てた開拓士は第二次募集を行い、そこでやっと集まったのが5人の娘たちでした。吉増涼子14歳、上田定子16歳、山川咲子11歳、永井茂子10歳、津田梅子6歳、全員会津戦争で敗者となった旧幕臣や砂漠派の娘たちでした。5人の親たちは娘にアメリカで西洋の学問や技術を学ばせ、将来薩長の人間を見返してやろうという強い思いがありました。津田塾を開いた最年少の津田梅子の父も幕府崩壊とともに職を失いました。当時10歳だった永井茂子も家族の思いを胸にアメリカへ向かう決意をしました。茂子の兄は当時の三井財閥を支えた実業家の増田隆でした。
そんな中に11歳になった山川咲子もいました。10月半ば過ぎ、母カラコロモは咲子に、愛する娘を遠い異国に旅立たせなければならない母親の切ない思いを込め、これがお前との長の別れとなるかもしれない、私はお前を捨てたつもりで遠いアメリカにやるが、お前がお国のために立派に学問を収めて帰ってくる日を毎日心待ちにして待っているよという思いから、咲子を捨て松と改名しました。1871年11月、日本初の女子留学生捨て松たちを乗せた船が横浜を出港しました。サンフランシスコまで23日間の長旅、本来の目的は50名ほどの政府役人が欧米を視察する、いわゆる岩倉使節団であり、その船に5人の少女たちが同乗していたのです。捨松たち5人の心は、日本の将来のためアメリカのあらゆるものを吸収して帰らなければならないという使命感でいっぱいでした。アメリカで彼女たちの世話をしたのは、後に一橋大学を創設し初代文部大臣になった当時の駐米次官森有則でした。彼は日本の西洋化に力を注ぎ、黒田清隆に女性の学力向上を訴えた人物でもありました。しかし年長者である上田悌子と吉増涼子はすぐにホームシックにかかってしまいます。それでも2人は留学を続けようとしましたが、体力の限界に達し森有則に促され帰国しました。津田梅子はワシントン郊外のジョージタウンに住むランマン夫妻の家に引き取られ、捨松と永井茂子はコネチカット州へ引き取られました。男子の場合は明確な目的を持ってこの技術を日本に伝えようというふうに、例えば工業のことを学びたいと思ったら工学を学びに行くんだという、そういう明確な目的を持って留学してますけれども、まだその11歳という、まあ、年齢の低さもありますし、これを私はものにして日本に伝えるんだっていう、そういう明確な目的はないんですね。で、山川捨松の場合はアメリカの、で過ごすうちに、看護学を学びたいという動機はアメリカで生まれたものですね。山川捨松はコネチカット州ニューヘイブン市の宣教師レオナルド・ベーコン夫妻宅に寄宿し、娘同様の扱いを受けます。ここで4年間を過ごし必死に英語を学びました。2歳年上のアリスの小学校の教科書から始め、中学校までを1年足らずで習得。捨松はいつも元気いっぱいで、どんな遊びにも喜んで入っていきました。ニューヘイブンの町にはヒルハウスソサエティと呼ばれる集まりがあり、その中にはアワーソサエティと呼ばれる女性だけの会もありました。貧困にある女性と子どもたちに救いの手を差し伸べることを旨とし、ボランティア活動を行うこの会合に捨松とアリスはゲストとして参加。ここで捨松はボランティア精神を学び、女性に与えられた能力を発揮することによって社会に貢献することができる、またする義務があるということを学んだのです。そして1878年、19歳になった捨松と16歳の茂子はニューヨーク州のバッサー大学に進学しました。
捨松は通常家、茂子は芸術家。二人はたちまち人気者となり、捨松は学生会の学年会会長にも選ばれました。成績も優秀で、卒業時には学年3番目の成績で偉大な名誉の称号を得ています。しかし1881年の春、捨松、しげ子、梅子のもとに日本政府から帰国命令が届きました。約束の10年の留学期間が過ぎたのです。音楽を専攻していたしげ子は6月で卒業予定だったため命令通り帰国。しかし捨松はあと1年でクラスメートと共に学士号を手にして卒業することができる時期、ワシントンのアーサーインスティテュート在学中だった梅子もあと1年で高校卒業の資格が取れます。二人はぜひとも卒業したいという固い決意を日本政府に書き送り、留学期間延長を願い出ました。そして日本政府は1年のみという条件付きで二人の希望を受け入れたのです。卒業生 の、 その代表としてスピーチをという地位まで上っているわけです。日本の国策をですね、その海の外にいてもやはり気にしておりまして、でその今の日本の立場はこんなだけれども、まあ、いずれは不平等条約を解消してというような、そこへつなげたいという思いが伝わってくるようなスピーチですね。はい、捨松はアメリカの大学の学位を取ったアジア人女性第1号としてバッサー大学を卒業しました。1882年7月から2ヶ月間、捨松はニューヘイブン病院附属のコネチカット看護婦養成学校に入学しました。捨松は日本にいた8歳の時、会津戦争を体験し、負傷者やその看護の様子を目の当たりにしています。当時の日本では病人の世話は看護人と呼ばれる男の仕事であり、卑しい仕事と考えられていました。捨松は看護学校で衛生学の基礎知識や技術訓練、病院での実習などを行い、公衆看護婦の資格を取得。そして1882年10月、足掛け12年間のアメリカ留学を終えた捨松と梅子はニューヨークを立って帰国の途に着きました。捨松22歳、梅子17歳。予定より2日遅れの11月21日、2人は横浜港に到着。しかし鳴り物入りで留学生の募集を行った北海道開拓誌は、捨松が帰国直前に廃止されていたのです。女子留学生を派遣するというのは行き過ぎだったのではないかと。でやはり女性の高等教育を施すというようなことは、まあ、時期尚早ではないかというふうに、まあ、後戻りしてるんですね、政策が、教育政策が。まあ赤とんぼの歌で、15で姉やは嫁に行きというぐらいの時代です。今の、感覚で言うと中学を卒業したらもう結婚適齢期ということですね。で、女子高等教育といってもですね、女学校という女性が入る学校はありましたけれども、ほとんど卒業しないんですね。で入学はしても就学中に、結婚してしまう。で、これはまあ極めて失礼な冗談なんですが、卒業顔という言葉があります。不美人のことです。この人は在学中に結婚できないで、
卒業してしまいそうなお顔立ちですよねというふうに不備人をからかった。明治の半ばから大正時代ぐらいまでそういう言い方をしている例を見かけます、はい、女子高等教育 の、 その教師になるというのも、働き口がなくて就職浪人というような形になっております。それでも男子留学生は外国帰りというだけでエリートの道が約束されていましたが、女性である捨松と梅子の将来については国は何も用意していませんでした。仕事の催促を受けた文部省も捨松と梅子の処遇に頭を悩ませていました。学士号を取得した捨松の実力は男子留学生に引けを取りません。しかし女性であったがため文部省は捨松が大学で教えることに難色を示しました。いわく前例がない。捨松も梅子も日本の女子教育普及向上のために役立とうと大きな夢を抱いて帰国したにもかかわらず、現実には捨松のような階層の未婚の女性ができる仕事といえば英語の個人教授くらいしかなく、自立するには程遠いものでした。当時の小学校の就学率は 50% にも満たず、特に女子の場合は男子の半分以下というありさま。女子の高等教育などほとんど手つかずの状態でした。そんな捨松のもとに文部省から仕事の話が来ました。東京女子師範学校で生物と生理学を教えてほしいという依頼。給料は月50円と破格のものでした。しかし捨松は文部省から2週間以内に着任せよと言われ、絶望感に襲われました。生物や生理学は得意分野、しかし日本語の読み書きは小学生程度の実力しかありません。黒板に文字を書くなど到底不可能でした。日本のために一生を捧げようと固い決意を抱いて祖国の土を踏んだのに、日本語が使えないというだけで自分の能力を発揮できる場所が与えられない。当時日本では結婚していない女性を一人前として扱おうとはしなかったのです。そこで捨松は学校を作る夢を諦め、真剣に結婚について考えるようになりました。活躍の場が女性の身一つで、切り開けないのであれば、その夫の立場を利用してでも活躍の場を得ようというのが捨松の決断でしたね。24歳になった捨松に政府の高官から結婚の申し込みが舞い込みます。相手は時の参議陸軍卿大山巌42歳でした。大山巌は西郷隆盛のいとこであり、明治10年の西南戦争では別動第一旅団司令長官として従軍しましたが、西郷と戦ったことを気にして終生鹿児島に帰ることはなかったといいます。大山巌が、山川捨松をその見かけることがあって、で一目惚れだというふうに言われているんですが、実のところよくわからないんですね、はい、大山巌には先妻がおりました。で、偶然にも捨松と同い年なんです。これが明治15年に、病死して死別ということになります。で、女の子の、何人か成したうち3人が育っておりまして、で、大山は3人の連れ子を抱えた身で、母親が必要になってくるわけですね。母親代わりが。でまず入ったのは自分の姉の、有馬邦子という人なんですが、この人が昔ながらの、女に学問はいらんという人でございます。
で大山巌は、フランス留学から帰ってきたその時代のそのなんていうんですかね、日本よりもよほど先進的な、人でございましたので、女性にも学問を与えたいということで、そこでまあ対立が兄弟間の対立があったと。でまあその有馬国子という姉にお一人いただくには後妻をもらうのが一番いいんですね。しかし会津藩の家老だった山川家が旧敵である薩摩藩士を許すはずもありません。山川家は即刻拒絶、全く受け付けない山川家に対して、しかし大山巌は諦めませんでした。まあ、いとこにあたる西郷柔道さんが山川家との、連絡役を買って出まして、困難な交渉を望んでいます。交渉に望んでいます。あまりの熱意に山川家は絶対反対から、捨松本人が承諾すればと折れました。しかし当の捨松は人柄を知らないうちに返事などできませんと素っ気ない返事。ならばと大山巌は大喜びで捨松とデートを重ねました。当時は親同士が話を決めて、で写真も見ないでいきなり結婚式の当日初めて顔を見るというのが当たり前のお見合い結婚の時代です。はい、山川捨松が、そういうまずは人には添うてみようということで、デートを申し入れたというのは、まあ、恋愛結婚の形になぞらえようとしたのかなと思われます。アメリカから帰国してちょうど1年後の1883年11月8日、捨松は大山巌と結婚。この日から参議陸軍卿、陸軍中将大山巌夫人となったのです。大山巌というのは今伝わってる写真はみんな修正が入っていくらかマシになってるんですが、当時ガマガエルっていうあだ名がついた人です。若い女性が見てその外見であの人素敵だわって思われるような人で全然ないんですね。でどこが気に入られたかというと、そのフランス帰りで、まあ、ジェントルマンとしての振る舞いができたということでしょうか。あとはお互い捨松の方はもう会津弁を忘れているぐらいで、日本語がまあかなり怪しい。で大山巌の方は日本語というよりは薩摩弁なんですよね。まあ愛をささやくにしてもですね、シーチョットバイって言っても当然通じないわけです。でまあフランス仕込みのジュテイムって言うと通じるわけですよ。で捨松にしてみたら、まあ、ジュテイムって言ってくれる人の方が並みの日本人よりも、まあ、魅力的だったんでしょうね。捨松が結婚した1883年の7月、外国からの賓客や外交官を接待するために明治政府によって建てられた鹿鳴館が完成。当時の極端に走った欧化政策を象徴する存在でもありました。その年の12月、大山巌は鹿鳴館で結婚披露の晩餐会を開きました。列強の外交官たちはサルマネと揶揄し、陰では嘲笑していましたが、アメリカの教育を身につけひときわ輝きを放っていた捨松だけは誰もが認める存在でした。様相がよく似合い、軽やかなステップを踏む、流暢な英語やフランス語、ドイツ語を駆使してどの国の外交官とも会話を楽しみ、時折談笑する、アメリカの雑誌でも捨松の評価は高く、完璧なホステスぶり、今まで東京で開かれた一番素晴らしい夜会と称賛されました。以来人は捨松を鹿鳴館の貴婦人、鹿鳴館の名家、鹿鳴館の女王と呼ぶようになったのです。まあ、例えばダンスをするにしても本場仕込みのステップは踏める、
わけですね、捨松は。で、まあ、日本女性の中では一気が目立つで、また11歳から20歳まで、全く日本人と違うものを食べて、育っておりますので、背も高い、手足も長いということで、ドレス姿が似合うということもあります。しかし、軽やかにステップを踏みながらも、捨松は自分が韓非留学生だったことを忘れはしませんでした。自分が先頭に立って夜会に出ることが日本の西洋化政策に役立つならば、そして上流社会の婦人たちの地位向上に役立つならば、毎晩でも夜会に出席する覚悟だったのです。さらに捨松は日本の役に立ちたいと2つの大きな仕事を手掛けました。一つは看護に関することでした。有志共立東京病院、現在の東京慈恵会病院を見学すると、看護婦がいない、女性の病人の世話すら男の雑用係がしている姿を見てショックを受けます。院長の高木兼弘のもとに出向き、きめ細やかさを持っている女性の方が看護に向いていると説きました。イギリスのセントトーマス病院に留学した経験のある高木は、必要性は認めるが資金がなく看護婦養成学校が作れないと告げます。翌年、捨松は病院援助のため日本初のバザー鹿鳴館慈善会を開催。まあ、今は当たり前のようなバザーというのは、当時日本には全然そういう考えがなかったということを、まずお話しないといけないと思うんですね。これはいい品なんだけど使わないからという、そういうものを持ち寄って、それを売って、お金に換えるというのが、まあ、当時としては画期的な手法だったわけですね。上流階級を一堂に集めて、で、まあ、お店を冷やかすだけで帰っていく人には、いや、バザーというのは一言二言言葉を交わしたら何かしら買っていくものなんですよという、そのマナーから教えなきゃといけない時代だったんですね。捨松はバザーという慈善事業を行うことがどんなに必要か日本人に教える良い機会と考え、ニューヘイブンのアワーソサイエティで学んだ経験を生かしバザーを開いたのです。捨松は政府要人の妻らに自ら働きかけ、品物の調達から告知宣伝まで奔走、当日は販売の陣頭指揮をしました。3日間の開催で入場者は1万2000人を数え、目標額をはるかに超えた、病院がいくつもできるほどの8000円を上回る利益を上げました。捨松は全額を有志共立東京病院の高木兼弘へ寄付。この資金で2年後に日本初の看護婦学校、有志共立病院看護婦教育所が設立されたのです。現在も東京慈恵会には看護師のための専門学校があります。毎年数百人の若者がここで学び、卒業後看護師として活躍しています。1885年に学祖高木兼弘先生が医師と共に患者さんの治療にあたる看護師をぜひ育成したいと強く思い、心ある人に呼びかけて本学の看護婦教育所が開設されました。大山巌陸軍大臣の捨松夫人は米国留学中に看護教育を体験し、看護に理解がありました。看護婦教育所を開設したいという高木先生の熱意に打たれて、上流階級の婦人に呼びかけてバザーを開催し、
その収益、ナイチンゲールの看護を継承する音楽の看護婦教育所が開設されたのであります。高木先生は、看護師は大山捨松の志は今に受け継がれています。もう一つは、近い将来設立される家族女学校の準備委員となる仕事。教授補として津田梅子の名前もありました。伊藤博文からの要請で家族女学校の設立準備委員となった捨松は、ブリンマー大学留学から帰国した津田梅子や留学時代の親友アリス・ベーコンをアメリカから呼び寄せ、教師に招聘するなど尽力しました。しかし開校と同時に捨松は失望しました。その授業は儒教的道徳に沿った男尊女卑の内容だったからでした。その間の1887年、捨松は日本赤十字社に働きかけ、特使看護婦人会を発足させました。アメリカ留学中に看護学を学び、看護婦の資格を持ち、さらに夫岩尾が軍隊の参謀総長だったからです。2年後には救護員養成所も開校、愛国婦人会理事や赤十字特使看護婦人会理事にも就任しています。そして1894年、日清戦争が勃発。明治維新を、施行して、明治元年に五箇条の正門という晩期コロニケスビスというので有名な五箇条の正門が出た時に、それと同時にですね、国民一人一人への手紙という形をとって明治天皇様が、こういうことを言っておられます。日本はその万国と対峙していくんだ、向き合っていくんだ、世界の国々は皆平等でなければならないということなんですね。でこれが大変重い意味を持ってしまいまして、悪い方にも働いているわけですね。日本が外国と対等の条約を初めて結んだ相手方が当時の清国なんですけれども、日清修好条約という対等の条約を結んだ後で、じゃあ朝鮮国はどうするのか。日本からすれば万国対峙というスローガンを掲げた以上、全ての国は平等、日本と朝鮮は平等、日本と清国も平等。それを清国から見ると、清国と朝鮮が対等になってしまう。しかし当時は清国が朝鮮を衛星国家とみなしていたので、非常に、都合の悪い主張なんですね。それが遠因となりまして、日本と清国と、朝鮮と三カ国の関係というのが複雑になっていくのが、それが大元であります。日本のために戦っている夫を思い、捨松も国のために何かしなければと考え、看護知識を生かして負傷者の看護を呼びかけました。結婚して大体10年が過ぎていて、で大山岩尾からすれば安心して留守を任せられる伴侶であるとともにですね、留守のその東京にあって、日本に、とってその不利なその報道がなされないようにということも気を配っている人で、新聞記者に接触して、で、記事の草稿を見せてもらうとかという動きもあります。しかし1898年、捨松は突然不幸に見舞われます。徳富蘆花が捨松をママ母のモデルにした小説ホトトギスで彼女を中傷したのです。まだですね、衛生観念というのが、日本の中にほとんど広まっていない時期のことで、まずそれを念頭に置いていただきたいんですけれども、戦災の生んだ一番第一子ですね、長女信子
ですね、とまあ、母の関係にあるわけですが、その小説ホトトギス、徳富色香の小説ホトトギスによりますと、その肺を病んで、嫁ぎ先から戻されて悲運の生涯を歩んだその信子のその悲劇をですね、盛り上げるために、実際のその、とは違う捨松の、まあ、ママ母のママ子いじめということが小説になり、まず小説になり、それから芝居にもなりということで、まあ、いわゆる風評被害ですねに非常に苦しんだということです。例えばその肺病闇であるから隔離すると、で離れ座敷を建てて、でそこに寝泊まりさせる、母屋へも置かない、病の娘を母屋にも置かない、で、食器を熱湯消毒するんですが、まるで汚いものを扱うかのように湯で洗っているというような表現をされているわけですね。大山夫妻はおしどり夫婦としても有名でした。夫岩尾は捨松を大切にし、結婚後は芸者遊びも控え、家族との時間を大切にしたといいます。戦災の子3人の母となった捨松は、自分の産んだ3人と合わせ6人の子供を立派に育て上げています。そんな中、女子教育研究のため再度渡米していた津田梅子が帰国。1900年に女子英学塾を設立したいと聞くや、捨松は瓜生茂子に声をかけ全面協力しました。アメリカに帰国していたアリス・ベーコンも再び招聘。津田梅子の英学塾は伊藤博文の時に失望した経験から、教育方針に制限が加えられないように、どこからも金銭的な援助は受けませんでした。その女子英学塾こそが現在の津田塾大学です。捨松自身も女子英学塾の運営に関与し顧問となっています。後には理事や同窓会長まで務めました。しかし第一次桂内閣が1902年に日英同盟を締結。この協定でイギリスは清国、日本は清官両国における利権を擁護するための相互援助が約束されました。この日英同盟の締結はロシアのアジアにおける領土拡張政策に大きな打撃を与え、日本とロシアの関係は悪化。そして1904年日露戦争勃発。大山岩尾は満州軍総司令官に着任。捨松も従後の日本を守ります。日本赤十字 の、 病院にですね、詰めて、自らその看護の指揮を取るということもしておりましたし、またその、赤十字 の、 その病院に訪れるその外国人記者を捕まえては、日本の立場をその悪くするような記事を送らないようにということで、その記者と の、 その話し合いを持ったりということをしております。捨松は経験と人脈をフルに使って負傷者の看護を訴えました。そして120万人もの看護婦が集まり、従軍看護婦が一般女性の人気にもなるほどでした。さらに流暢な英語と鹿鳴館での人脈を最大限に活用し、捨松は世界に日本の立場を訴えました。
捨松と茂子は日本では働き手を戦争に取られ貧困にあえいでいる人たちがたくさんいることをアメリカにいる親友のアリスに伝えました。その手紙をアリスは新聞社へと送りました。アメリカの新聞で日本の司令官夫人がアメリカ育ちで名門バッサー大学出身であることを連日報道したため多額の義援金が捨松に送られ慈善活動に使われました。日本とロシアを仲介したアメリカ高官は戦争を早期に終結させ講和条約を有利にした影の功労者は捨松であると語ったといいます。日露戦争が終結し夫が戦地から帰還するとやっと平穏が訪れました。捨松も間もなく50歳。二人は栃木県那須野の別荘で過ごす時間が多くなりました。妻として母として平和な日々を送る捨松。岩尾は1907年に日露戦争の功労により公爵となりました。しかし翌年大山夫妻を大きな悲しみが襲います。長男隆が台湾の軍港で乗り組んでいた巡洋艦の爆発事故により死去。その後も国のため女子教育のために尽力を続けた捨松でしたが1916年12月10日夫岩尾が74歳で死去。夫岩尾の国葬の後は公の場に出なくなりました。しかし津田梅子が病気で倒れ女子英学塾が混乱していると聞くと自ら陣頭指揮を取りました。11歳でアメリカへ留学、足掛け12年間西洋文化を学び半世紀にわたって日本の近代化を推進するために努力し続けてきた大山捨松。その捨松も1919年2月18日世界中で大流行したスペイン風邪が元でこの世を去りました。享年59。混乱していた女子英学塾の運営を切り盛りし新塾長の就任を見届けた直後のことでした。捨松は今晩年開墾にあたった栃木県西那須野に夫と共に眠っています。大山捨松の生涯、それは日本の近代化における凄まじい苦闘や紆余曲折、その中で錯綜しながらも武士の娘たる志を常に持ち日本における女子の高等教育や看護福祉の普及に尽くした59年の生涯でした。